毛利元信漢文7年7月27日は、長州藩一門画廊である、浅毛敏家の三代当主。父は、末継元康。母は、吉見広白来の娘。性質は、宇田毛利元西の娘。子は、毛利元勝、児玉治進室、阿蘇沼秀光室。幼名は、亀樹丸。通称は、七蔵、兵庫とう海守る。 キ伊上、法器上。慶長三年、毛利元康の子として生まれる。慶長六年正月、父が大阪で死去したため、五歳で家督を相続する。藩主、毛利秀成、綱広に過半役として仕えた。元那三年に行われた馬揃えにおける、不守備から、治行の仲間を没収される。元那八年の文言帳には、キ伊主伝三千国と記載されている。 寛永2年、藩主秀成より、長戸国朝に、治行六千国を与えられ、代々漁したため、家は、朝毛渡市と、通称されるようになる。また、萩城大手門前四本松に、屋敷があったため、四本松、毛渡市とも呼ばれた。慶安4年、将軍、徳川家光が没すると、藩家津な広氏の命で、表情山交流寺にて法要を行う。 万事元年、大老、伊井直隆が没すると、藩死名代として、彦根を訪れ昇降した。漢文五年、嫡男の元がちに家督を譲り隠居する。漢文七年七月二十七日死去。去年七十。ありがとうございます。